金卓氏は、大韓民国の元卓球選手。1998年アジア競技、大会男子シングルス金メダリスト、既婚。1990年代の韓国卓球チームを、流南慶と共に敬遠した。1998年アジア競技大会では、当時全盛期であった、高齢期や流国量を破って優勝した。また2001年の、 第46回世界卓球選手権の団体、準決勝の中国戦ではラストで、リュウ・クニマサと首都を演じた。2004年のアテネオリンピックではコーチとして参加。リュウ・ショビンのベンチコーチに入り、男子シングルスの決勝で優勝を決めると、柳を抱きかかえて、喜びを表した。また、大明の理面をストレートに返せないという弱点を、見抜くなど高いコーチング能力を持っていた。 日本や韓国で伝統の日本式ペンホルダーに裏ソフトラバーを貼ったドライブ型の選手。最速で時速 120km を超えるフォアハンドドライブの威力は世界一とも言われた。バックハンドもプッシュだけでなくドライブやスマッシュを多用するなど攻撃的だった。またペンホルダーの選手にしてはロビングやフィッシュなどで中陣から後陣でしのぐプレーが多く、 ラリーとなる試合もしばしば見られることがあった。ありがとうございます。